あ、俺才能ねえなって思ってぐらいからですよ、僕が折り合いついたのは。何か才能があると思ってらっしゃった。すごい悲しい話なんだけどね、そこそこ金持ちのやつってそれなりに最初から優秀なんですよ。ああ、習い事とかお金出してもらえるもんね。そう、小学生とかだと勝手に上位陣にいられるわけですよ。普通に言われたことやってるだけで成績違反になっちゃうから、俺普通に頭いいんじゃんって思っちゃうんだ。そう、勘違いするじゃない。小学生ぐらいって君勘違い長かったね。じゃあぶっちゃけ言うけど、やっぱ塾行くとね、胃の中のカーズ感すごいよね、うん、基本スペックを過信してるからさ、成績低いところから始まるわけだよね。その時に親って思うわけですよ。努力しなくても勝てる今までの天部の才であるひげ親父くんっていうのがいたんだけど、それが通用しない世界がいきなり現れて、しかもそれが全国ランキングとか出るわけじゃん、数値として。そうですね、墓地の結果とかで、はい、もうこの話興味ないだろお前。どうして分かった？なんで分かった今。いやー、ヨネさんの本当に興味ないですよ、すいません。本当に